ロータス e 二十一は、ロータス f 一が二千十三年の f 一世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。二千十三年一月二十八日、ロータスは、エンストンの本拠地において、他チームに先駆けて二千十三年シーズン用の、マシン e 二十一を公開した。今期のレギュレーションでは、ノーズの段差を隠すパネルの装着が認められているが、ロータスでは、 数グラムの重量が増えパフォーマンス上のメリットもないと判断して段差を残した。このパネルを全く使用しないのは11チーム中にチームだけとなった。また前年途中からテストしている受動式ディアウィング失速装置の実践投入を目指して開発を継続しているインダクションポッドの 両サイドに専用のインテークが設置されており、WDRS を使用しないときはカバーが付けられている。最初のプレシーズンテストでは、前年の終盤戦から投入したバルジ型、コアンダエキゾーストを装着していたが、テスト後半では、レッドブルに似たエアダクトを持つ傾斜型エキゾーストへと変更した。他チームの多くがカーボン製のギアボックスを使用するが、ロータスは、 チタニウム製のギアボックスを使用している。このギアボックスは、ラピッドプロトタイピング、いわゆる 3D プリンターにより製造され、カーボン成形や鋳造に必要な型を製作する手間を省いている。ありがとうございます。